こんにちは。今日はブリッツリポートの使い方をお見せします。ブリッツリポートのアイデアは、すべての責任メニューで利用できることです。例えば、Receivable Surgeon Operations にいる場合、ここにブリッツリポートのメニューエントリーがあります。さらに Excel アイコンもあり、その Excel アイコンをクリックすると、直前に実行したレポートが開きます。この場合、AR 効果の詳細インサイトです。レポートを実行するには、r u n をクリックします。 そしてそれがバックグラウンドで同時プロセスを開始します。でここで2番目のボタンに状態が表示され、最初は Pending、実行中は Running と表示されます。そして完了すると、処理ファイルが自動的にダウンロードされ、ブラウザーが自動的に開くように設定されてれば、こんな感じで開きます。GH あるレポートを選ぶには、e c i シュンスプロイシュリストから選択するか、ここでフィールドをダブルクリックしても選べます。 さあ、どのフィールドでもダブルクリックするとリストが表示されます。この方法は、レポとミーノやパラメーターにも使えます。例えば、国名というパラメーターがあれば、ダブルクリックして国を選ぶことができます。Century, f a t ンチ r s F1 キーを使っておつなるレポートを探せます。F1 キーを押すと、レポートのリストが表示されます。表示されるレポートはログインの責任によっておなります。 標準ユーザーとして設定されている場合、現在ログインしている責任のレポートだけが見えます。例えば今、それ債再を使っているので、再権報告書だけが見えます。レポートのリストは、最近執行した被服順に並んでいます。直前に執行したものが一番上に表示されます。といつも同じ3つのレポートを執行している場合、それらがリストの上に表示されます。 例えば、会議を売るルーリストの報告書は2つ前に実行したものでした。全体検査もありますんで、レポートミューがわからなくても検索文字列を入力して、特定のトピック、例えばテキストと顧客で検索できます。 Uh, Google 検索のように、uh, 複数のキーワードを組み合わせることができ、まずはレポートインチや説明、そして急になる SQL クエリを調べます。列見へでも検索ができます。チャとしてサイトロンズ右側に表示されているのが、セッツス、um, テキストと顧客というキーウェイドで見り使ったレポートです。せーのこの場合、名前で一致するレポートはありませんが、急になる SQL クエリで一致するレポートがあります。 つまり、この最初のレポートにはテキストと顧客に関連する列があります。では、別のレポートに戻りましょう。例えば AR パスチュアの請求書について、レポートを開いた状態で、セカンドフィールドでテンプレートを選択できます。最初のフィールドはレポート見ネイのフィールドで、オーバドーで、大事のフィールドがテンプレートのフィールドです。利用可能なテンプレートを選ぶこともできますし、 自分でレイアウトテンプレートを作成すること。その作成方法を次のビデオでお見せします。例えば、以前学のロゴを持つダッシュボードのテンプレートを選択すると、レポートに追加そのレイアウトができますそう。選んだテンプレートによってレイアウトが変わるんですよ、こんな風に。ここではもっと、あ高度な Excel の数字設定をしています。 もしテンプレートがなく外した場合は、デフォルトのレイアウトで常にシンプルな Excel ファイルが作成されます。それがもう一度実行されて、こんな感じでデータが入った状態になります。それからテンプレートを選ばれて、ついにこの意味説明するべきものがあります。ここにパラメーターがありますね。リストでダブルクリックすることでパラメーターも選択できます。 また、ね、複数のパラメータを一度に選ぶこともできます。このような複数値のチェックボックスを使用して、えー、例えば複数のお客様のレポートを実行したい場合に、顧客番号といいますね、顧客名のフィールドに移動しましょう。このように一つずつ顧客名を選ぶことができます。また、調子をおっしちゃっている場合は、 フィールドにセミコロンで区切ってタイプするかコピーして貼り付けることもできます。パラメーターを選択するとセミコロンで区切られているのがわかります。そしてレポートを実行するとそれらの2つの顧客に対して正確に実行されます。データがあるか確認してみましょう。はい、ラッキーなことにその2つの顧客のデータがあります。別の方法としては一つ一つ詞を入力または選択する代わりに Excel ファイルからコピーすることができます。 例えばこちらには最大の顧客名のリストがあります。その Excel ファイルのパラメータシーリストをコピーして、コピーペしてください。コピーアンピーリストするには、このエディターウィンドウをクリックするか、ショートキーの CtrlE を使ってエディターを表示し、そっちを貼り付けてから OK をクリックして実行してください。 それがとても便利なのは、他の Excel ファイルからコピーしたパラメーターのリストで、レポートを実行できるからです。ご覧のように、今は最大顧客のみを対象に実行されています。p o t e d your m s o これらのパラメーターでできるもう一つのことは、それらをデフォルトシーとして保存することです。ここ勝負にはアクションメニューがあり、テンプレートまたはレポートに対して、これらのパラメーターシーを保存することができます。レポートのために保存すれば、 ボルターンツォンの最終的にするレポートを早くするには別のレポートに置いてみましょう。でそして、門のレポートに戻ります。でこのようにして、デフォルトのパラメータ詞が、再び表示されます。それらを挙手したい場合は、デフォルト詞をクリアをクリックすればいいです。これがそのやり方です。そう,ですそういう意味で、オリバーツォよく使用し、リルエストのンので接種をされます。だろうからリクエストを閲覧することもでき、リクエストをやレポートもここでメールことができます。 そして、例えば前回のリクエストを開きたい場合は、処理を表示をクリックするだけで、オラクル標準レポートと同じように動作します。さらに。これはデータを生成していない処理でした。これらのレポートをスケジュールし、配信オプションなどを使用することもできます。いや、このビデオでそれをお見せします。画面の他の機能として、うん 石側にドロップダウンリストがあり、ここにはカテゴリーが表示されます。レポートは、特定のカテゴリーに追加できます。そうするとその、より早くアクセスできます。Nesam, Allway, Pulsar, 呃 the w 呼ばれます。<noise> 標準のレポートはジェネティクスカテゴリーに入っています。それを選択したいときは、カテゴリーをクリックして、そのレポートを選択するだけです。また出版することもできます。インポートされたレポートもいくつかあります。 Oracle 標準からのものなど例えばこの AI 会計規則リストがありますこんなふうにレーポートを選択できますさてブリッツレポートの実行方法と選択方法についての簡単な紹介でしたご覧いただきありがとうございます